であるマサバ。おいしい。
をやっております。琉球、琉球いただきます。琉球、スープめっちゃ効いてる。である朝晩の寒暖差が大きい山間部であり、そして上の田んぼから下の田んぼへといつも水が流れて、はい、スタミナ漬け、これいただきます。うん、すごい、ナマス一気に食べれそう。あんがすごい、なんかほんと手作り感がすごい伝わってめちゃめちゃうまい。なんか田舎で年配のおばあさんが作られたみたいな感じで、すごい味がめちゃめちゃいい。あんの味とこう生地のもちもち感が最高。エイジっていうコーナーのドブロクらしいです。エイジ、エイジ、甘さ最初はあるんですけど、それからガツンとくる濃さがあります。ゴイシゼリー、ゴイシ茶がすごい大豆有名で、このゼリーのふるっとした感じ、ゴイシ茶の、ゴイシ茶のゼリーですね。こういった経緯でですね、うん、あ、ね、ね、いただきます。すいません、いただきます。あ、すごい辛口で、まろやかですけど、すごい残りますね、結構効くでしょ。はい、効きますね、すごい。ドブロク感がすごいある。美味しい。甘口はまた、うちのがうんと伸びやけどね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ね、ねんさん。私の名前がトシオなんで。あ、そうなんですね。へぇ、彼の名前が家族なんで。あ、長めに、すごい素敵ですね。単純なき奥さんと一緒に名前つけられてるの。そうそう、素敵。明都明都ドブロク言うてあるから書いてた。あ、明都ドブロク、はい、そうなんですね。それで売り出しました。すごい素敵ですね。すごい、いやー、レンさん、ここな料理、卵です。いただきます。これ。すごいよね。すごい効いてめっちゃ美味しい。深くないの？これちょっといただきますね。これ。これは？これ割って食べるんですか？割ってね。この。この真ん中が割れるんで、こうやったら、なるほどなるほど、押し付けたら割れるんで、押し付けたら割れるって、これを、これで中を食べる感じですか？中の身を食べる、はい。これ何の身ですか？これ、ラカセピーナって、あ、あ、おいしい。こういう皮ごし、このタコには味付けてます？ちょっと塩味、塩味？おいしい、おいしい。ムカゴですね。ムカゴそのまま食べるんですかね。ムカゴ天ぷらに、フライに、はい、で、イタドリとナスですね。ナスのたたき、はい、これまた甘い、甘口の奥さんの数、いただきます。なんかすごい口当たりですけど、ガツンときますね、その後一杯ぐらいキューって言うでしょ。アユ、アユですって、アユ映る、アユ、エイジの甘口いきます。エイジ甘口、
どちらおすすめですか？甘口から。ヘル日本一になってましたよ ね。甘口の方ですね。はい。僕はあれなんですよ。テルさん前動画でも出したことあるんですよ。私もしかしたら見たことあるかもしれない。本当ですか？テル飲んでます。見ました。ありがとうございます。めっちゃ面白かった。いや、ありがとうございます。すごい楽しんでるって思って。あ、テルどうやって楽しんで、もうおじいちゃんも面白かったです。あ、そうなんです。ありがとうございます。いや、嬉しい。めっちゃ面白かった。ありがとうございます。テルいただきます。こっちがいいですか？甘口から。両方いただきます、じゃあ。はい、辛く、甘口。甘口。これが濃度が。はい。ありがとうございます。はい、どうですか？お家で飲むとき炭酸割りとかおすすめですね。はい、わあ、すごい。炭酸割りも美味しいです。テル、まさかの動画見てくれてました。はい、いや、美味しい。お家だから。なんか口にこのすごい飲んだ時に来るこの酸味というか、なんかこれなんですかね、シワシワです。他にないですよね。この酸味もあるんですけど、このシワシワがね、発酵が止まってない発酵のシワシワのガスです。そんな感じですね。辛口です。コトリュークだね。なんかほんとこの口に当たるこのシワシワ感というか酸味というかすごいですね。ちょっとテキーラが飲みやすい、うん、でお酒好きな方とか、はい、日本酒飲まれる方とかやっぱり辛口の志向が多いですね、うん、そうですね、うん、なるほど。辛口も、はい、あの濃度は県内一っぽいって言われて、味も濃度も濃いって言われてるの で、ね、はい、これ辛口も氷入れたり炭酸で割ったりしてもいいんですけど、はい、味変としては柚子絞って入れるとか、柚子絞って、はい、ライム入れるとか、柚子とシソのシロップじゃないですか、はい、それ入れてカクテルにしていただくのも一つは面白いと思います。柚子とシソ絞ってカクテル。なるほど。桃色ソワレ。すごい、また甘いですね。甘いですね。すごい甘い。美味しそう、すごい豪華。うわあ。エビ。ママのそれ。あ、美味しい。おいしいっすね。もう全然違う。おいしい。ラハリついてた。知らないうちに。はい、ドブロクちょっと。ドブロクでスパークリング見たシュワシュワ感がすごい。ピーピI'm sorry.
ですね、はい、すごいまろやか、エイジいや、あおいしいですね、どぶろく。どぶろくいいですよ、体にもいいですし、どぶろくはなんかあの、カスみたいなんで、なんか、あの、入浴剤みたいにしたら、肌にもいいとか言う。ああ、いいかもしれない。ねえ、いいですよね。うわ、優しい、お母さん。なごみさん。なごみさん。はい。韓国さんやんけ、名前が。あ、韓国さんで、カズコさん映って大丈夫なんですか、あとは。すいません、縛って踊りありがとうございました。目の見てない目。すごい、なんか素敵な奥さん。ドブロクってなんか他の酒と違うのが特徴とかあるんですか。やっぱり大事に違うのはやっぱり米の固形物ですね。米の固形物、これが入ってるということでね、はい、美味しいけれども絞られんというのはドブロクの基本なんで、米ごち飲んでもらうっていうのはやっぱりドブロクだよね。なるほど。あの電車で、あと10分4でもう着くんですけど、しばらくこの電車、次の電車が来るまで乗っといてもいいっていうサービスはすごい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。はい、また、はい、お世話になりました。また来ます。いやすごい最高でした。お元気で楽しかったです。はい。これ映らん方がいいですか。大丈夫ですか映って。もう本当素敵な踊りと素敵な時間をありがとうございました。最高でした。はい。どうも。またお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございました。失礼します。いやーすごい素敵なイベント。これ行きも帰りも乗り遅れそうになったけど、ギリギリ行けました。運がついてる。ではではまた。